仮面ライダー、セイバー、ブレイブドラゴンに変身することができる。なるほど。仮面マニア、笠松の友果卒です。はーい、キャディです。なんか今日挨拶早くない？いやもうね、挨拶なんてやってらんないです。もう早速紹介します。今日紹介するのはこちら、変身ベルトデラックス聖剣ソードライバーです。はい、これはですね、9月6日に放送される新番組、仮面ライダーセイバーに登場する変身アイテムなんですけど、はい、今日はね、これをいち早く紹介したいと思います。だから挨拶が早かったんだ。もうワクワクが止まるので、もう俺らの話はいいぞ。早くやりましょう。はい、それでは早速やっていこう。バンマニ、はい、このね、今日紹介するデラックス聖剣ソードライバーなんですけど、うん、このセットで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身することができるんです。なるほど。セイバーに出てくる仮面ライダーは、うん、それぞれこう自分用のね剣があって、今回はこのセイバーの火炎剣、烈火の、ね、うん、剣がついてます。それと変身するために必要なこのワンダーライドブック、今回ね、うん、ブレイブドラゴンワンダーライドブックがついてます。これを使ってね、変身していきたいと思うんですけど、はい、もうね、本当にとにかく遊び方がたくさんあるの。そうなんだ。そう、ベルトに剣がついてるっていうのもすごいし、この剣をね、抜刀するのがこのベルトの醍醐味なので、ちょっとその辺も含めてしっかりとね、うん、見せていきたいと思います。はい、はい、これで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身しました。抜刀した火炎剣烈火のこのトリガー部分を押すと斬撃音が鳴ります。これで切って攻撃ができます。超かっこよくない？これね、俺ね、今までいろんな仮面ライダーのベルト持ってたんだけど、うん、この抜刀した後にサウンドがね、ここまで長いの初めて。すごい赤く光ってたし、ね、超かっこよかった、ね、このね、ページも、あのね、さっき単体で開いた時とは違うページが開いてて、うん、超かっこいい。かっこいい。まだね、この状態で必殺技遊びとかね、たくさんある。まだあるんですか？めちゃめちゃあるから、ちょっとね、俺もう早く遊びたくてたまらない。楽しみ、楽しみ。はい、お願いします。じゃあ、他の必殺技遊びも遊んでいきます。はい、必殺特化ドラゴン必殺撃ファイヤー。まずはライダーキックです。ライダーキック、そう、うん、で、うん、さらにあとね、3つもある。3つも？そう、このベルトは必殺遊びが単体で4つ遊べるので、うん、ちょっと他の3つもやっていきます。はい、これが2つ目の抜刀して使う必殺技です。抜刀、そう、このね、今回、うん、仮面ライダーセイバーは剣を使ってさ戦う、うん、ベルトも剣なんだけど、うんうん、抜刀アクションです。めっちゃかっこいいよ、抜刀、ね、抜く感じがね、すごい気持ちいいの、うん、まだあと2つ必殺技残ってるんで、はい、それも紹介していきます。3つ目の必殺技は、このワンダーライドブックを火炎剣烈火にリードしてね、使う必殺技です。すごい、ふむふむって言った。そう、これね、あのワンダーライドブックをこの火炎剣烈火が読んで、うん、それでこう必殺技を習得するっていうのが演出になってて、これ多分ね、ワンダーライドブックがあればあるほど違う必殺技を使えると思うんだよね。確かに、こう読み込むワンダーライドブックによって多分違う。わー、これマジ集めたくなる。あとね、残りの一つも遊んでいきたいと思います。四つ目の技は、うん、このベルトにセットしたワンダーライドブックをこう押し込むことで使える技で、やってたよ。そうそうそう、で、今さ、炎っぽい音が鳴ったと思うんだけどさ、あの実際のテレビシリーズでどんな感じでこの技が出てくるのかね、超気になる。
痛い思ったんだけどさ、うん、まだベルトにさ、なんか差し込めるところがあるよね。あ、そうそうそう、これワンダーライドブックが最大3冊まで刺せるんだけど、うん、そうなの？今日はね、多分実はみんなもしかしたら持ってるかもしれないんだけど、うん、常に発売しているあのピーターファンタジスタワンダーライドブック、うん、これをね、セットするとまた遊び方が広がるので、うんうん、今日はちょっとそれも紹介していきたいと思います。やったー、早く聞きたい。バンマニ、はい、このピーターファンタジスタワンダーライドブックは絵柄がね、ファンタジーな感じなの。ほんとだ、さっきのブレイブドラゴンもかっこいい系だったけど、これはキョウティン好みですね。そうそうそう、うん、これね、ワンダーライドブックによって、うん、絵柄の雰囲気も全然違うから、いろんなワンダーライドブック集めたくなるの。確かに。でね、あと皆さん気づいてましたか？何ですか？このワンダーライドブックの下の部分、ここ今さ、ピーターファンタジスタ、この部分赤くなってると思うんだけど、3つさ、バーがあるのね、うん、この赤い部分が、うん、ベルトのどこに刺すかっていうのをね、示してるの。あ、そうなんだ。そう、ピーターファンタジスタはここが赤くなっているので、うん、ベルトのね、対応する部分一番こっち側にセットします、はい、ブレイブドラゴンは逆にこっち側が赤くなっているので、うん、ベルトのここに刺します。せっかくこの2つワンダーライドブックがあるので、うん、この2つを組み合わせて遊んでいきたいと思います、はい。今これで仮面ライダーセイバードラゴンピーターに変身しました。ドラゴンピーター2冊刺したらさ、音がまた全然違うんだよ。確かに同時にさ、うん、開くからもう抜群の迫力がさありますよね。そうそうそう、ガシャーン2つバーンって開いて、実はこれ開くと、うん、この絵柄がさ書いてあると思うんだけど、うん、書いちゃうね、うん、開いた状態で見てみると、うん、このブレイブドラゴンの右腕と胴体で、ピーターファンタジスタの左腕、うん、このね2つで左腕になってるんだけど、こんな感じで変身した後のね、雰囲気も出てるのよ。え、絵が繋がってるんだ。そう、これ繋がってんの。だから、これワンダーライドブック変えると、うん、この絵柄もね、違う絵柄が繋がって見えるの。今日はこの火炎剣烈火ってね、仮面ライダーセイバーの変身アスを紹介したんだけど、うん、今キョウティンが持ってるこれね、そう、こっちのね、水星剣流れエンブレムとライオン戦記ワンダーライドブックを使うと、うん、仮面ライダーブレイズにも変身アスができるんで、うん、次回はね、それも紹介していきたいと思います。はい、バンマニ変身ベルトデラックス聖剣ソードライバーを紹介しました。イエーイ。いや、やばい、もうね、バクバクしてる。超テンション上がってた。超楽しかった。もうね、これ仮面ライダーセイバーに変身するためには、ね、絶対必要なアイテムなんで、はい、まずこれをゲットして、これから登場するね、うん、ワンダーライドブックに皆さん備えてください。うん、そして、この聖剣ソードライバーを買うと、うん、秘伝の秘伝物語ワンダーライドブックがもらえるキャンペーンが9月5日からスタートします。はい、これはね、ゼロワンにまつわるワンダーライドブックなんだけど、うんうん、これをね、ゼロワン見てたみんなは絶対ゲットしたいと思う、うん、なくなり次第終了だからお早めに。そして新番組仮面ライダーセイバーはテレビ朝日系にて9月6日より毎週日曜朝9時放送スタートです。絶対見てね。絶対見てね。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。